覇権を唱える伝説の妖怪も、野山で暮らす妖怪も、どちらも懸命にこの世を生きている。この火から供養の世界には妖怪たちだけの楽園が存在するだろうか。ここは百鬼夜行の世界。ここに集まった妖怪たちはもう一つの暮らしを堪能している。妖怪に化け、百鬼と共に遊び、碑文の絵巻を作り、百鬼の遺文を記す。そんな世界へ足を踏み入れたあなたは、この絵巻にどんな百鬼の遺文を書き記すのだろうか。申し訳ありませんが、招待状をお持ち。招待状？何？え？おわわわ、いてててててすみません、高野祭にご参加。私たちは別に高野祭。そう、その通り。困りました。やはりあなた方を。そんな、せっかく化けっていうか。黙って。そしたらまずいよ、急がないと。うん、今日もしょ。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。鎧で身を固める。私の心、熱いでしょ。鎧で身を固める。そんなことない。どう見てもとってこと。勝負となると私はそうかんね、カエルさん。その通りってよ。じゃあ次は誰かな。だから言っただろう、こいつに勝てる。どうやらかまいたち一族の栄光、弟たちよ、もうすでに勝利への道筋。なんだよってこと。ヤマウサギめ、いいよ。まあ、一太郎は。男はな、しっかりと身近な人を守らねばならぬ。治療はうちに任せなはれ。えい。
治療はうちに任せなはれ。堪忍しとくれよさ、みんな。たりとも近づかせん。スズメよ、調子はどうだ。何人たりとも近づかせん。少し休もう。手加減はせんぞ。すべてわしが守ってみせる。手加減はせんぞ。わしの負けだ。わしらは時期再開するだろう。私が守ってみせる。ありえない。だな。じゃあ誰が高野菜へ行くんだ。もちろん私だよ。招待状、どうぞお入りください。ごめんなさい。
説明してる暇なんてないのに。炎の中で命の意味を探すのです。王からの祝福です。炎を変える。わしの負けだ。わかったわかった。この藻場刀を渡せ姉さんのためじゃなけりゃ。お姉さんってどういうことなの？うちの姉さんはさ、だから姉さんは